ww ドメインは、タンパク質のリガンドとの特異的相互作用を媒介するモジュール上のタンパク質ドメインである。ww ドメインは、無関係な多くのシグナル伝達タンパク質や構造タンパク質に見つかり、一部のタンパク質では、最大4つのリピート構造が存在する。プロリンに富む、特に AP から PP、AP から Y からなるモチーフを、 タンパク質に結合することに加え、WW ドメインの一部は、ホスホセリニやホスホスレオニンを含むモチーフに結合する。WW ドメインは最も小さな、タンパク質ドメインの一つで、わずか40アミノ酸程度から構成される。WW ドメインはプロリンに富む、またはプロリンを含む短いモチーフとの特異的な、タンパク質間相互作用を媒介する。 その名称は2つの保存されたトリプトファン残基機が存在することに由来し、それらは20から20にアミノ酸離れて位置する。WW ドメインは曲がった3本のストランドからなるベータシートへと折りたたまれる。WW ドメインの同定は、YAP1 遺伝子産物の2つのスプライスアイソフォーム、YAP1 から1と YAP1 から2の分析によって促進された。両者には、 ヤップ1から2に余剰の38アミノ酸が存在するという際がある。この余剰アミノ酸はスプライシングで選択的に組み込まれるエクソンにコードされており、ヤップ1から2アイソフォームには2つ目の WW ドメインが含まれている。WW ドメインの最初の構造は NMR によって溶液中で決定された。それは人のヤップと プキシーコンセンサスモチーフを含むペプチドリガンドとの複合体の構造である。近年、ヤップの WW ドメインとスマド由来のプキシーモチーフを含むペプチドとの複合体構造がさらにリファインされた。プキシーモチーフのほか、ある WW ドメインはルプキシーモチーフを認識し、いくつかの WW ドメインはリン酸化セリン、マイナスプロリン、またはリン酸化スレオニン。 マイナスプロリンモチーフをリン酸基依存的に認識する。これら WW ドメインの複合体構造はリン酸化によって調節される相互作用の分子的な詳細を確証した。また、アルギニンに隣接する、またはロイシン残機で隔てられたポリプロリン配列と相互作用する WW ドメインも存在するが、この配列には方向属アミノ酸は含まれない。 w w ドメインはヒッポシグナル伝達経路を含む様々なシグナル伝達ネットワークにおいて調節タンパク質複合体の形成を媒介することが知られている。ww ドメインによって媒介される複合体の重要性は ww ドメインやそのリガンドの機能喪失型点変異によって引き起こされる遺伝子疾患が同定されたことで強調された。このような疾患には w w ドメインのミッセンス変異によって引き起こされる知的障害であるガラビー等、ホール症候群やプキシーモチーフ内の点変異によって高血圧が引き起こされるリドル症候群がある。www ドメインを含むタンパク質は極めて多様であることが知られている。複数ドメインからなる細胞骨格タンパク質のジストルフィン、ジストルフィン様タンパク質のウトロフィン、 ヒッポシグナル伝達経路のセリン、スレオニンキナーゼラッツ1とラッツ2の基質である、深刻生物のヤップタンパク質、肺の発達と中枢神経系の分化に関与するマウスのネド4、ネド4と分子構成が類似した質、質が候補の RSP 5脳で多く発現している転写活性化因子である、ラットの FE65、タバコの DB10 タンパク質などがある。 2004年には個別に発言された WW ドメインとゲノム中に予測されるプキシー配列を含む合成ペプチドを用いて人のモジュール上ドメインに対する最初の包括的なタンパク質ペプチド相互作用マップが報告された。現在人のプロテオームには98種類の WW ドメインと2000種類以上のプキシー、含有ペプチドが ゲノムの配列解析によって同定されている。YAP は強力ながん遺伝子として機能する WW ドメイン癌有タンパク質である。増殖に関与する遺伝子の発現誘導を行う転写、コアクチベーターとして YAP が機能するためにはその WW ドメインが完全なままでなければならない。近年の研究で もともと MRI の造影剤として開発された金属内包フラーレンが高使用効果を有することが示された。分子動力学シミュレーションにより、この化合物は YAP の WW ドメインに効率的に結合し、プロリンに富むペプチドとの競合に打ち勝つことが示された。金属内包フラーレンは YAP が増幅、または過剰発現した。 がん患者に対する治療法開発のリード化合物となる可能性がある。ww ドメインはサイズが小さく、構造もよく知られているため、タンパク質のフォールディングの研究によく用いられてきた。そのような研究の中でも、ラマ・ロンガナートンとデビッド・イーショによるものは有名である。ロンガナートンの研究チームは、ww ドメイン内のアミノ酸残基関の 共振化を同定する単純な統計的エネルギー関数が天然構造へフォールディングする配列の特定に必要十分であることを示した。彼と彼のチームはこのようなアルゴリズムを用いて自然に存在する WW ドメインと極めて類似した様式で特定の種類のプロリンに富むリガンドペプチドを認識する人工 WW ドメインのライブラリーを作成した。 ショーの研究室は、ww ドメインの原子レベルでの振る舞いを、生物学的なタイムスケールで明らかにする特別な、マシンを開発した。彼と彼のチームは、ww ドメインの平行シミュレーションを行い、同一のホールディング経路中に7つの、アンフォールディングと8つのホールディングのイベントを、同定した。ww ドメインは三十から十五アミノ酸と、比較的、短いため、 価格合成を行うこともできる。協調的にフォールディングし、化学的に導入された非天然アミノ酸を取り込むこともできる。これらの性質をもとに、WW ドメインは、ホールディングしたタンパク質内での分子内相互作用や立体廃座の傾向の科学的な調査のための多様とのプラットフォームとなることが示されている。ありがとうございます。